ねえ、あそこ撮影しよう。あそこ撮影しよう。あれ、なんか、あの辺ちょっと盗み聞きしよう。あそこ盗み聞きしよう。ちょっと、なんか、あそこ何話してるんでしょう。あら、ちょっと、最初、ほら、ちょっと見てください。最初の動画で声を出してくれた大広さんがボイスチェンジャーで女の子になったそうで、初めてボイスチェンジャー使ったどそううも。です。このアどうバも、さターっき初はめて。女の子に聞こえる地声はどんな感じですか？あ、聞こえます。地声は、ちょっと待ってください。すごいね、ボイチェンっこんて。な感こうじいうなこんとですも、けど。全然違うんだけど。全然違あ、うんだ違いけまど。す。違いますよ、やっぱり。すちょっとごボイい。チェンジ女での子遊にん聞でこえみたたいよ。かな。すあ、ご聞い。こえましもう一た？回しよかって。た。聞こえた、聞こえた。もう一回して。もう一回いいですか？あ、今変わってます。うわ、すごい。すごい。ボイチェン、すごい。このアバターはこれ、カスタムですよね。アバターにネックレスをつけて。すごい。あ、そうですね。これは買っすたやつごい。で、なんか首のやつだけ自分でつけました。女の子に聞こえる。女の子に聞こえる。すごい。一つだけ気になったこと聞いていいですか？顔色が悪いのはどうしてですか？顔色ですか？顔色は、顔色なんか悪いちんょっです。と、どう、顔色。ちょっと顔色がね、顔色悪いんですか？あ、ちょっとのぞみちゃんがなんか書いてるよ。のぞみちゃんが。顔色悪いです。寝不ああ、寝不足。なんて書いてそうですね。寝不足寝だ不から足、であ、寝不足だったら、寝不足だったら顔色悪いの？寝不足だったら顔色悪いの？ちょっと体調が 良寝くな不足だったら顔色悪いの？多分ね、この動画、どこで撮ってるんですかって、後ろ見てください。後ろ見てください。ちょっと文字が反対になってますけど、この前さ、お伝えした鏡さんのワールド聞いてでお伝えしました。こういうね、ボイチェンをしてね、男性の声が女の子になったりするので、皆さん、VR チャットに来たら、もしかしたらすごい可愛い女の子と思ったら、こういうふうに、こんなことしてるかもしれませんよみたいな。 でもすごいね、ボイスチェンジャーって。本当に。ですね、結構いるかもしれないですね。女の子に聞こえるよ、本当に。すごいね。よかったよかった。よかったよかった。突然、ボイチェンの様子をお伝えしました。後ろを見てください。後ろにはいっぱい、ココファミリーの方もいっぱいいます。それではまたいろいろ VR チャットの中からいろんなことをお伝えします。今撮ってないですよね。撮ってます。なんかちょっとマイクの設定。